ノボボロネジ原子力発電所は、ロシア中部ボロネジ州ノボボロネジの近隣にある原子力発電所。この原発は、すべての原子炉が VVER の形式のプロトタイプであり、VVER の発展に利用された。2002年、ノボボロネジ3号機は、新しい安全システムを含む近代化処理と長寿命化を受けたが2016年12月25日に、 停止され、その部品は4号機の延命のため流用された。ノボボロネージ4号機の原子炉圧力容器は、運転中の中性死傷者により劣化した、材料特性を回復させるために、クルチャトフ研究所が開発した、アニーリング処理が施され、寿命が60年に延長された。その他様々な改修工事が施され、2018年12月12日には、 核燃料の掃荷が完了して、運転再開の準備が整えられた。2010年には、5号機が、寿命を30年伸ばす、近代化のために停止された。VVER-1000 型では、このような長寿命化の修理を受けるのは初めてである。この近代化作業では、管理や保護や緊急用途のシステムの近代化と、 セキュリティや放射線安全システムの改良も含まれる。現在、同地に、ノボボロネージ第二原子力発電所が建設中である。ノボボロネージには5機の原子炉が存在する。ありがとうございます。